なんで。さあ、おはようございます。ドサンコライダー奥です。6月5日月曜日朝6時27分です。路面はウェットで、夜中に雨が降ったんですが、明け方には止みまして、爆晴れ。今日はキャンプツーリングです。イエーイ。相変わらずのスーフライダー奥です。泳ぎの付け根痛い。もう2週間以上経ってんのにまだ痛い。全然早く。パパさんのバイク、中型だと思ってたらしいです。すいません。はやぶさは GSX400R です。イクさんのバイクよりでっかいんですかって言ってました。だから排気量にこだわってるのなんて男だけなんですよ。そうですね。なんかもうハヤブサ自体がこういうかな、コロンとしてるものだと思ってたから。京子さんの5台分ありますよ、ハヤブサ。そうですね。あんたの車よりエンジンでっかいんだよ。すごい。もう排気量マウントはやめましょう、意味ないんで、女性には。ねえ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 、何年そうやって言ってんの。カッチャマン。よーカッチャマン、カッチャマン。カッチャマンですよね。正式名称チャッカマンだから。あらっちゃ、カッチャマン、カッチャマン。カッチャマンって言ってんだから。初めて聞いた。カッチャマン。何かわかんないね、カッチャマン。あのヒッチェルやつですよ。知ってる。着火する機械だから着火マンなんだよ。やばい。マジですか。もう帰りたくなってきました。帰りましょう、帰りましょう。帰りますか。ずっとカッチャマンだと思ってたの。カチャってつけるから。あ、なるほど、なるほど。カッチャって、カチャって音鳴るよね。はい。カッチャマン。はい。これはカッチャマン。まあ僕らこれからはカッチャマンと呼びましょう。カッチャマンと呼びましょう。カッカマン。カッチャマン。カッカマン。カッチャマン。カッチャマン。カッチャマン。え、うちみんなカッチャマンって言ってる気がする。やばいやばい。え、聞いてみようか、帰ったっけ。やばい。トンコさんち全員ちょっとアホなの。すごい。ここから私放送してますが。あ、私もそうします。えー、すごい。みんなも聞きたいです。ほら、やっぱり。やっぱりみんなそういう思いなんだ。いやいや、ちょっと喋んないんで聞いてます。もう電源切っていいよ。コンビニでトイレ寄るんで、その間に逃げます。やだ。トイレ止まりました。おしっこも大丈夫です。 え、私のおしっこは止まりました。汚い。誰喋っていいって言った。ないないない。撤去したんだ。また飛んでったんだ。飛んでった。転がってった。転げてった。浮いてった、浮いてった。流れてった。全部言ってんじゃん。